はい、ありがとうございます。先ほどまでは新卒でどこに入って何をしてたかっていうところと、そこから JICA 海外協力隊で何をしてたかみたいなところまでお話しいただいたんですけど、ちょっとこれからは今何をしてるのかっていうところをお伺いしたいなと思ってて、そもそも JICA 海外協力隊終わって自分の今後のキャリアプランってどういうふうに考えられてたのかっていうところからちょっとお聞きしたいなって思ってるんですけど、実際どうですか？私は協力隊にいた時の1年経ったぐらいからこのまま民間に転職したいなと思い始めて。あ、そうなんだ。転職サイトとか見ていってっていう感じ。なるほど。じゃあもともと JICA 海外協力隊で、まあ、給食っていうところを選択して、うん、その間の期間で行ってたけど、うんうん、戻ってきた後は一旦戻るものの民間への転職を自分の中では決めてたってことですね。やっぱりずっと今後も国際協力とか途上国とかかっていきたいと思ったら、うん、元の自分の仕事ではそれは難しいなっていうことが分かったから、うん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 、はい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 、そういうことですね、うん、じゃあ国際協力っていう観点で行った時に、まあ、いろんな選択肢あるじゃないですか。 NGO もあるし、民間企業もあるし、国際協力機関もあるし、その中で自分が民間に行こうって進んだ背景とかあるんですか？私はやっぱ開発コンサルティング会社っていうのに一番興味があって、うんうん、まあ、っていうのはやっぱり現場で活動できるっていうことが大きかった、ね、うんうん、なるほど。じゃあ実際開発コンサルの中でもいろんな業種に特化をしている開発コンサルティング会社あると思うんですけど、その中で自分が選択したところってどこだったんですか？それはね、ウガンダにいた期間中に、うんうん、まあ、ちょっとご縁があっていろんなお話を聞ける、いただく機会があって、そういうことね。そのままの流れで、はい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 、なるほど、そういうことなんですね。実際開発コンサルティング会社ってどういうことをする会社なんですか？国際機関とか日本の政府機関から委託されて、うんうん、でそこから予算をいただいて、はい、国際機関とか日本の政府機関の提示する内容のもと現場で仕事を行い、それを報告するっていう、うんうん、ああなるほど。じゃあ実際さとみんは、まあ、開発コンサルティング会社に入るって決めるじゃないですか。で入った後具体的にどういうことをされてらっしゃるんですか？私は最初、まあ、今入って4年目なんだけど、うんうん、まあ、最初はもちろん未経験で入ったので、うん、それぞれのプロジェクトの予算を見たりとか、うんうん、出張するとなったらいろんな手続きが発生する、はいはいはい、それをやったりとか、現地でも団員の方々が円滑に活動できるようないろんな手配とか、うんうん、ただでもだんだん現場で本筋の仕事にも入らせていただいて、うん、っていう形で今は貿易とか税関関係の調査やったりとか、うんうん、あと貿易とか税関関係の技術協力プロジェクトをやっています。そうなんですね。実際対象はアフリカですか、それともアジアとかもあるってことですか？私が今持っているのは南アジアと東アフリカです、うん、あ、そうなんですね。それ実際じゃあ税関とか貿易とか自分のバックグラウンドを生かしたプロジェクトっていうところに参画をしているっていうのは大切なんですよね、うんうんうん、今どこに行かれてたりするか？アジアだったら今パキスタン。パキスタンなんですね。東アフリカはウガンダです、まあ、ウガンダから遠隔してるけど対象国は南スーダンです。あ、そうなんですね。じゃあ実際は南スーダンでのプロジェクトっていうのをウガンダでやってるって感じなんです ね、うん、ですね。ちなみに南スーダンの人ってどんな特徴の方なんですか？南スーダンは55個ぐらい部族があるんだけど、第一民族がディンカ族って言うんだけど、ディンカ族は世界で一番背が高い民族と言われていて、196センチとか200センチぐらいの人が普通にいる。怖っ。あと顔がすごく色が濃い、まあ、ウガンダってちょっと茶色だったよ ね、うん、でも実際は今は行けないんだよね。行けない理由っていうのは危ないってこと？南スーダンって内戦が多くて。そういうことね。で直近だと2016年から18年まで内戦してて、本当に危険な国だった。当時は街中の一番メインストリートで、うん、もう銃の撃ち合いがあって、ものすごい数の方々が亡くなったっ。なるほど。実際南スーダンは入ったことあります？入ったことは。え、実際国の様子はどうなんですか？その生活とか。国際協力がすごく長いベテランの方々がおっしゃるには、うんうん、まあ、3、40年前の一般的なアフリカっていうふうにおっしゃって。そうなんだ。じゃあそこでもやっぱ格差みたいなのがあるんだね、うん、私が入った当時は本当にインフラが何もなくて、うん、はい、道路も穴だらけ、水道もない。首都だよ、首都で水道がない。あと電気がない。まあ、今はね1年ぐらい前に電気が通ったらしいんで、うんうん、よかったっていう。じゃあそんな生活なところに対してプロジェクトを今回されてるってことなんですね、うん、なるほど。実際南スーダンのプロジェクトとか、まあ、いわゆる開発コンサルティング会社で勤められてて印象的なところってあります？協力隊とちょっと似てるところがあって、現地の人とすごく近いところでお仕事ができる、で一緒に仕事を組み立てていけるっていうのがすごく特徴的というか、面白いところでもあり。そっか、プロジェクトの中でも現地に寄り添った側でのプロジェクトの運営みたいなところができるってことなんですね。実際開発コンサルティング会社に今後勤めたいなって思ったらどういう能力を持っておけばいいですか？うちの会社でも言われてるのはやっぱ専門性をまず身につけること。もちろん入る段階では専門性はないのは全然いいんだけど、その専門性を身につけるために自分がどんな努力をしてどんな勉強するかっていうの
やっぱはっきり分かる、そういう意思を持っているっていうのがすごく大事かな。もちろん入る時にはそんなに専門性は求められない。ただその入った後に仕事をしていく中で自分でちゃんと自己検査してどういう風にその自分が目指したい姿っていうものに向かうための勉強を組み立てていってできるかっていうのは大事。ああなるほど。ただ開発コンサルティング会社に入るためには大学院の修士号が必要っていうわけではないんですよね。そういうわけではない、うん、もちろんあった方がそうなんだ、より優遇されるけれども、よりいいけど、うん、へえそうなんですね。なるほど。でも未経験でもプロジェクトには参画させられるって感じですね。参画させていただける、相当いい経験ですねそれは、うん、ただその未経験でやっぱ参画するとどうしてもね、航空券の手配しっかりとか現地の職員に対してお給料払ったりとか、うんはいはい、だから調整業務とか、そう調整業務になっちゃうからそこでくじけそうになるけど、それを超える気力は必要、うん、あなるほどね。まあでもそこは必要なステップってことで、そこは必要なステップ、最後プロジェクトマネージャーを目指すにあたって大事なステップだから、はいはい、そこはもうやっぱりくじけそうになるけど、はい、あこんだけ早くなったなって自分は思うけど、うんうん、思いながら乗り越えていくっていうのは大事かな。そうなんだ、うん、ありがとうございます。今じゃあさとみんは開発コンサルティング会社で勤めてるんだけど、大学院の修士号はまだ持ってないですか？そう持ってなくて就職させてもらって。あそうなんですね。今後も取ろうとされてるんですか？今あの大学院にまさに行っています。あそうなんですね。ちなみに開発コンサルティング会社をやりつつ大学院に行かれてるってお話だったと思うんですけど、なんで大学院に行かれたのかっていうところと、なぜその大学院に行かれたのかっていうところもちょっとお聞きしたいなと思ってるんですけど、まず開発コンサルティング会社で働くとか国際協力を行うって、うん、修士号っていうのが世界的に見て最低条件じゃん、はいはいはい、まあ、それ必要だねっていうところで修士号を取りに行こうっていうことがまず第一にあった、うんうん、で第二に今自分が現場でいろんなプロジェクトを参加させてもらったり調査させてもらったりする中で、今って自分の専門性を使ってじゃあこのプロジェクトをします、活動をしますっていうのだけでは足りなくて、いろんな不確実性というか、例えばコロナ、うんうんうん、誰も予想できなかった、うん、そういう世界になっている時にどうしたらよく分かんない将来の中で課題解決していけるのかなっていうのを学びたいと思っていて、で今の大学院が学べることっていうのが課題があります、その周りはよく分からない社会です、うんうん、に対してどういうふうなアプローチを取ったらその課題を解決していけるかっていうことを学べる、はいはいはい、でそのためには一つの専門性だけではダメで、例えば貿易関係だけじゃダメ、それには IT 関係の知識必要です、で他にも環境関係の知識必要です、いろんな専門家が必要っていう中で、どういうふうにしたら異なる専門性の人たちをまとめ上げて課題を解決でき、さらにその課題の先の新しい全然人々が思ってもいなかった価値っていうのをどういうふうにしたら提供できるのかなっていう、はいはい、そこも学びたいなと思って。なるほど。これめちゃくちゃ深いですけど、社会課題って一つ単一の課題だけではなくて、すごく複合的に課題が落ちてると、うん、でそれをアプローチできるのは一つの専門性だけじゃなくて複数の専門性を持ったアプローチからじゃないとそこの課題っていうのは解決できないから、そうだね、そういうのを今じゃあ大学院で学んでるってことなんですね。学んでます。ありがとうございます。ちょっといろいろお話をお伺いしちゃったんですけど、最後にっていうところで3つお聞きしたいなと思ってて、まあ、今里見とかっていろんな国に行かれてると思うんだけど、うん、日本っていうのを海外に見てきてからこそどういう風に見てるのかなっていうところをちょっと聞きたいなと思って、日本をどのように見てる、海外から見るとやっぱり独自性が高い国だなって思っていて、うんうんうん、でも国民も本当に独自性が高いなと、うん、もう唯一無二の存在だなと思っていて、そんなことに対して、はいはいはい、でもなんか自信がない人を見てが多いというかもっと自信持ったらいいのになと思うし、海外にどんどん進めていって、で企業の業績伸ばしてっていう資本主義的なものじゃなくて、うん、もっとこう国民の一人一人のウェルビーイングを高めていくにどうしたらいいかって、うん、そっちの方に舵を切るというか、その方がみんな幸せに暮らせるのになって思う。なるほどね。そっか、うん、じゃあそこはさとみんとしてのアプローチは、うん、もちろん日本人っていうのは海外に対して自信はあんまりないような感じはあるけど、うんうん、日本の海外に進出しようっていうところにはさとみんの意見的には反対ってことだよね、はい、まあ反対っていう、まあ、反対にはいかないけど、もっとみんな日本の人たちは自分が幸せになるためにどうしたらいいかっていう、うんうん、自分のウェルビーイングの実現っていうものを考えた方がいいなって思う。まあそうだね、その通りだと思う。海外とか本当にすごい自由なのに対して縛られてるよ、ね、日本人ってすごい、うん、ありがとうございます。次、国際協力ってさとみんの中で何なのかっていうところもお聞きしたいなと思ってて、うん、実際どうなんですか？ちょっと難しいかないろんな思いが私の中であって、国際協力って、うんうん、本当にいい面じゃなくて悪い面もいっぱいあるし、それもやっぱり全部自分で目の当たりにしているし、国際協力される側の人たちともすごく近い距離でさせてもらってるから、うん、いろんな話を聞くし、うん、一概にみんなもしましょうとか、うん、今後も続けていくべきだとか、そういうかっこいいことはちょっと言えないかな。もちろんどんな分野でもそうだけど、うんね、いい面もあるし、いい面もそうだね、まあ、そんなに良くない面もあるっていうところはあって、ね、自分の中で国際協力がこれっていうのはまだ言語化は、そうだね、いっぱいいろいろ経験させてもらいすぎてしまって、うんうんうん、思いが強すぎて言語化しきれないって。了解です、ありがとうございます、うん、ちょっとじゃあ最後になんですけど、今後国際協力に携わろうかなと思ってる人たちに対してのアドバイスがあったらちょっとお伺いしたいなと思ってるんですけど、はい、どうですか？いやもう国際協力に限らず、本当に自分が何がしたいのか
わからないとか漠然と生きてるって人意外にいる中で、うん、その中で何かがしたいことがある興味があるっていうだけでちょっと抜きん出てると思ってるんです私は。だからそれを大事にして先がわからないから不安になる、それはわかる、うん、でもせっかく興味があることを持っているんだからそれはもうあんまり不安とか考えずにとにかく小さいことを並みから何かやってみたら、うん、そしたら何か周りのことが変わるんだよね、うんうん、高確率で、はいはい、でそしたらまた考えればいいし。なるほどね、まあ、考えるよりもまずアクションを起こして、まずアクションを起こさないと、まあ、アクションを起こした後、うん、変わった世界とか価値観に対してどういうふうにアプローチするかってところが大事ってことですかね。そう、悩んでいても、うん、考えていても他人は何もしてくれない、周りも何も変わりません、うんうん、自分がやらないと変わらないって思ってます、うんうん、なるほど、ありがとうございます、はい、ちょっとじゃあ本日はジャガ海洋協力隊出身で今開発コンサルティングで働かれているさとみんにお越しいただきました、はい、この動画がいいなって思った人たちはグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございました。